改めてこちららが小学校を上から見たものです事件当時、トラックは小学校の北側にあるこの通用門から侵入をしてきて直進、グラウンドの手前で子どもたちをはねました。 なぜ侵入することができたのか栗原市教育委員会によりますと当時通用門は鍵がかかっておらず開いていたということなんですねでこの小学校は軽トラックが侵入してきたこの通用門に加えて東側に正門がありますここは子どもたちが峠港で使うこの正門二つの出入り口があるんですけれどもどちらも来客や物品の搬入のため常に鍵が開いていたということなんですね、うん 松井さんこれは驚きでですすよねねそうですねあの私も名古屋の場合はあの本当にインターホンが、はい、あ,のあって押さないと中に入れないということだったんですけれどもこの学校の場合は空いてしまっていたと大体どこの学校も今ですね必ずあの保護者が名前を名乗って、はいえー、で職員室の方があげてくれるというのが一般的なんででですすよね、はい、そうはこの地方の学校の通用門どうなっているのか見ていこうと思います。えー 名古屋市では通常使用する門を限定している来訪者には必要に応じて解除しているということでした、うん、つまり門は基本的に施錠しているやっぱりそうですよね、はい、来訪者はインターホンで職員室へ通しているということでした